フジテレビ。おはようございます。おはようございます。マッスーのつまりそれ。コッスーじゃん。コッスーでいきますよ今日。まあまだ違いが分かってないと思うんですけどね。まずおはようございますじゃないですね。もうこんにちはですね。あ、こんにちはですね。はい。関東リーグ後期第2節ですね。はい。前回はですね、はい、都南前橋さんと我々のねホームキャモメパークで、はい、試合を行いまして、なんと0対5ということでね、あの嘘のように負けたと、本当記憶に残る一戦になりましたね。あと記憶に新しい激戦の様子はこちら、はい、こちらということでね、熱盛がね、ちょっとデビュー戦ということで、公式戦初デビューということで、あの非常にあのほろ苦いデビュー戦になったんですけども、あの皆さんからね、あの温かいコメントをたくさん頂戴しまして、あのそのコメントに関してはね、あの熱盛にしっかりと届けたいというふうに思っております。そしてですね、今日の相手なんですけども、エリス東京 FC さんと。エリス東京 FC さん、はい。前期はね2対2だったかな、引き分け。相手はね、オトプロの選手もねちょいちょいいたりして。あ、そうなんだ。そう、結構タレント揃いのチームなんですよね。雰囲気がかなりねできる大人の感じですね。やっぱアダルティーなプレースタイルっていう感じですね。今日会場どこなんですか？ゾゾパークホンダフットボールエリアかな。ゾゾといえば前田社長ね。あのさ、カメラ回ってたからもうちょいはっきりしてみてくれないかな。なんとなく外側の景色見ながらさ、あ、ゾゾか前田さんって感じなんだよ。エリスさんのね、ちょ情報まで喋りたかったですね。あ、そっか、ごめんなさい、ごめんなさい。どうぞ。うちのディレクターひどいな。大事なこと忘れてたわ。映像が裏側に流れてて分かると思うんですけど、まっすーがですね、ちょっと本日体調不良ということで、3年目ですか、今 YouTube をね、ジャンク一茂チャンネルやってるんですけども、初めてまっすーがちょっと体調不良で、決勝ということになりましたので、今回ですね、ジャイアント和樹の裏側で、はい、スペシャルバージョンということで、今回ね、あの関東リーグ後期第2節をお届けできればというふうに思っております。思っております。はい、マッスルとコエディの違いをね楽しんでいただきながら、ジャイアントチャンネルの方では流せてないね、ちょっとまあ横浜たけるの裏側もね、はい、少しお届けできればいいかなと。いいですね。はい、いうふうに思って、せっかくね裏側で流すからね、ちょっと裏側なりにね、はいはいはい、お届けできればというふうに思ってます。小谷 D の腕次第です。頑張ります。リアルゴールド。いや違う、ちょっと高次郎味あるね。今日の飯紹介みたいなのあったじゃないですか。ああ、あるね、あるね、あるね。そういうこと。お父さん食堂リアルゴールド。やっぱこれ美味しいですよね。釣りを釣れてんだよな。ちょっと自然体でいこう。オッケー、そうですね。もうマッスになろうとしなくていいよ。いや、オッケー、うん、リセットね。今日も暑いですね。ジャイアントカズキの裏側。いやさ、千葉とかに思い出ない？千葉はですね、ピーナッツソフトですね。違いますね。いや違う違う違う。ピーナッツソフトは何だろう。薄いですね。情報が少なすぎる。鴨川は毎年行きますね。なんか子供が、うん、ショー見たいショー見たいっつって、あのシャチのショーなんですよ。はいはいはい。でシャチのショーって見たことあります？ない。迫力が全然違うんです。水しぶきがスプラッシュで。大丈夫この話。これ分かる人いると思うんですけど、イルカショーとシャチのショー何が違うって、迫力がスプラッシュで。迫力がスプラッシュにつき注意。ちょっとね、分かる方もしいらっしゃいましたら、本当に、まあ、でも、まあ、言ったら言葉を失うぐらい迫力があったってことですよね。いや、本当そうですよ。表現できないぐらいの。そういうこと。で現地に足を運んで、うん、ぜひ見てほしいってことですか。いや、本当そういうことです。皆様よろしくお願いします。鴨川シェアルド、鴨川シェアルド、皆様あの私がリポートしますって。あの声には一言も喋らせないので。ジャイアントカズキの裏側。逆に若さなんかあるんですか、千葉の思い出。千葉の思い出、うん、高校の時にインターハイやったんだけど、はい、全国大会、はい、それ千葉だった。それで印象あるじゃん。インターハイ出たんすかさ。なんか今滑りに行ったのかな。滑りに行ってないでしょ。え、インターハイ出たんすか。インターハイ出た。八重西ですっけ。一応の八重西史上初。おお、そうなんですね。そう、後にも先にも一度の世代だけだよ、全国出たの。
あ、そうなんだ。そう、黄金世代だったんですか。あ、俺らの三公演も、はい、すごい世代って言われてて、はい、まあ、俺らのその3つ目の世代は、はい、関東で優勝したのかな。結構だ、その3年周期で一応その八重西は強いって言われてて、で、まあちょっと俺らの年を最後に、まあ、徐々にこう成績が少し落ちてきちゃったんで、なんかまた最近ね頑張ってるらしいです。聞きましたね。そのスポーツ何ですか。2タイムズユーっていうの、うん、メーカーのやつなんだけど、はい、プレイ中もよく開いてんだけど、これめちゃくちゃいいんだよ。でなんか筋肉の動きとかもすごいサポートしてくれて、めちゃめちゃ回復効果もあるみたいな。ジャイアントカズキの裏側。今日はちょっとキャプテン陣全員不在なんで、今日はワカに回ってまいります。すいません、イアンソープさんですか。イアンソープです。本当にゴブとゴブか。こんにちは。こんにちは。裏側チャンネルです。あ、裏側チャンネルですね。初めてです。初めてですよね。初めまして。やっぱ大丈夫ですか、絵面。大体この距離感でやってる。この距離感なんですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ります。なんかやっぱりね、ですよね、うん、多分小谷さん。いや、結構合ってますよね。あ、本当ですか。ジャングルでも、あの、あ、そうなんですか。練習の時、そう、練習。あの、うまいやつしかいけないやつで、来れないよ。確かに呼ばれてはないわ。呼ばれてはない。一目で余計なんだ。新鮮っすね、今日。いつも試合密着、マスーさんがやってるんで。あ、そうですよ、ね。あの、行きの車で、はい、若さんと全然テンションが合わず、歯車が全然噛み合わねえって、若干ちょっとムッとしてた。まあ、キャプテンですからね、そう今日。注目。あ、そうそう。めっちゃ注目。鳥がいがありますよ。鳥がいありますよね。いつ巻いててもおかしくないと思って。いざ巻くとちょっと不自然だわ。9番ゴールキーパーキャプテンで絶対いないで。絶対いない。稲妻イレブンでもないで。マジでいない。楽しみ。あった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 。ジャイアントカズキの裏側。あくまで言うてください。
ろ開けろ ジャイアント和樹の裏側。お疲れした。お疲れした。結果は0-3ということで。いやー、なかなかシビアな復帰戦ということになりましたね。まず開始早々のコーナーキックね、失点。あれに関しては、まあ、元々タケルにね、いた選手で、あの高原慎介っていうんですけど、すごいいいボールをかけたよね。まず俺がフォワードにちょっとブロックされて、で、うちのセンターバックのやつも、ちょっと相手にブロックされながらクリアしようとして被って、うん、後ろのスペースやられたって感じで、いきなり出番でくじかれるとさ、わかるほどがあるよね。2分ぐらい出たからね、開始。うん、
ちょっとね、試合の展開的にもね、なかなかちょっとチャンスは作ってたけど、まあ、相手のね、守備陣もそうだし、特にまあキーパーね、めちゃくちゃ飛びしたよね。すごいね、いい選手でしたね。2試合で8失点、0得点。だいぶシビアな対ですね。もし連勝してね、昇格できたら、めちゃめちゃいいドキュメンタリー。いや、ほんとそうですよ。いや、でもほんとそうならなきゃいけないけど、良くないところが出たっていうかね。小屋出に来て、0勝1敗ですからね。負け試合見たくないと思うんだよね。やっぱり勝って俺が、ほーってなってるの見たいと思うんだよね。次こそはね、勝利を届けられるようにしたいなというふうに思います。はい、切り替えて頑張ってください。ということで今日もね、たくさんのね、支援物資いただきましたので。落花生入り柿の種、伊豆だって、亀の種。香ばし醤油味で、めちゃめちゃ種類が出てきた。うん、めっちゃヘルシー。ナッツ&フルーツ。若さあふれる毎日を応援します。どら焼き、うわうまそう。いい、ね、うわちょっともうこの甘さでね、今この心を癒してほしい。ちょっと見せれないんですけど、はい、うまみもいただきまして、ありがとうございます。こちらね、あの帰って呼びたいと思います。はい、次週はですね、まっすーも体調が治っていると思いますので、はい、この横浜武のね、コピーのリーグ戦、ジャイアント和樹チャンネル、はい、表の方でね、はい、流していきますので、今回ね、初めて裏側見た方は、面白い動画たくさん上がってますので、ぜひ裏側の方も見てみてください。ジャイアントカズキの裏側はね、毎週土曜日、はい、基本的には毎週土曜日の夜8時に更新しておりますので、ぜひですね、皆さんのこう、リラックスした時間にね、抜けた動画を見てください。今時刻が21時36分ということで、はい、ここも早く帰らないといけないということですから、安全運転でね、帰りましょう。はい、はい。では、終わります。ジャイアントカズキの裏側。よいしょ。ジャイアントカズキさん、頑張ってください。